パリオリンピック、五輪、柔道、二日、男子100キロ超級、準決勝、シャンド・マルス・アリーナ・ロンドン、リオデジャネイロ両五輪金メダリストの35歳テディ・リネール、フランス、が決勝進出を決めた。1分43秒、大外刈りでテムル・ラヒモフ、タジキスタン、に一本勝ちを収めた。2回戦で、マゴメドマル・マゴメドマロフ、UAE、と激突し、ゴールデンスコア、延長戦、 の末、支え釣り込み足などで果敢に攻め続け、指導3つを誘って反則勝ち。準々決勝ではグラムトシシビリ、ジョージア、お撃破。試合後に相手選手から蹴りを入れられて乱闘寸前となっていたものの、ホームの歓声をパワーに勢いづいていた。パリ五輪の柔道競技でフランスの金メダルがゼロ。母国の英雄の登場に試合会場は大歓声に包まれていた。 東京五輪は銅メダルだったリネールは母国で3個目となる五輪金メダルを狙って青畳に立っている。